さあ続いてお送りするのは We Love the Earth from 広島です。この曲は広島を中心に活躍されているビオラ奏者の沖田隆さんが作曲した曲で、1993年にドイツのドルトムントにおいて被爆者のためのチャリティーコンサート広島93を開催後、1996年にアンサーコンサートとして We Love the Earth from 広島が広島と東京で開催されました。そして後年コンサートと同名のこの曲が作られたんです。沖田さんご本人がパーソナリティを務めた広島 FM の番組テーマとして毎週日曜日に流れていたので耳にされたという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。実は今日ですね、会場に沖田さんご本人が来てくださったんですよね。舞台上にお上がりいただきましょう。お願いいたします。 We Love the Earth from 広島を作曲されました沖田隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと朝動物公園のテーマソングを作ってまして、毎日9時と4時15分に流れてるんで、朝動物公園のカープコラボ T シャツを着てきました。 T シャツすごく気になってました。可愛らしいですね。はい、レッサーパンダ。レッサーパンダ。レッサーパンダの顔になってますね。はい、今回この We Love the Earth from 広島を演奏していただけるということなんですけど、はい、これ作曲された経緯とかお伺いしてもいいですか。コンサートでやって FM 行った時に、テーマソングがあった方がいいということで作らせていただいて、でこの合唱曲になるんですけど、これは4つの学校小中高で録音しまして、県内の全部の小中高に CD を配って、譜面も配って歌い始めてくださってるところなんです。で今回サミットでやっぱりパートナープログラムっていうのがありまして、首脳の奥様方旦那様がいらっしゃって、そこで英語の詩で歌おうと、歌って聴いていただこうということで、岸田文雄総理大臣夫人の裕子夫人が英語の詩をつけてくださいまして、これを披露させていただいたと。そうですね、裕子夫人の主催する夕食会で演奏されたということなんですよね。で私が95年にマイハートコンサートを広島で始めた時の発起人の一人が岸田文雄総理なんです。で裕子夫人は私と同じ同郷の三好なんです。だからその縁もあって、ちょうど広島の歌なんでということで、演奏させていただきました。なるほど、今日はその曲を皆さん合同演奏でお聴きいただけるということですけれども、めったにないことですし、本当に嬉しく思います。最後にじゃあ聞いてくださってるお客さんにメッセージをお願いします。はい、英語で言うと一番サビの文が We are singing along with all of you We love the earth from 広島ということになってます。で日本語も We love the earth 広島っていうのが出てくると思います。4回出てきますので、4回目は心の中でも歌っていただけたらと思います。はい、沖田さんありがとうございました。大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。ということで本日は各隊えりすぐりの合唱隊の歌声とともにお楽しみいただきたいと思います。指揮は広島市消防音楽隊栗原剛学長です。 We Love the Earth from 広島お聴きください。どうぞ。
ありがとうございました。 We Love the Earth from 広島をお聞きいただきました。平和への思いがこの綺麗な歌声に乗って皆さんの心にも届いたのではないかと思います。